街中が輝き出し、人々の笑顔があふれ、誰もが心を躍らせるクリスマスがやってきました。
お互いに送り合ったのが私たちの初めてのクリスマスプレゼントだったのよ。初めてのクリスマスプレゼントが同じ天使のベル？天使がママとパパを結びつけてくれたんだよ。天使は目には見えないけれど、いつもあなたたちのそばにいて愛を届けてくれるのよ。ベルの音が鳴るとそこへ天使が来てくれるのさ。すごーい。ねえパパママ、そのベル僕たちに貸してくれる？Thank you.
会へ行ってお祈りしよう。天使さんにベルを直してもらえるように。ベルを壊してしまったティミーとグレースは天使に祈りを捧げるために教会へと向かいました。テーブルの上に手紙があって、この教会に来るようにと書いてあったけど、あの子たちどこにいるのかしら。ティミー、グレース、どこだ。いたずらしないで出ておいで。
たのそばにいて愛を届けてくれるのです。あなたが愛する人を思い、愛する人の幸せを祈るとき、あなたの胸に温かい光が灯るのです。天使はその光を見つけ、愛する人へ届けてくれるのです。あなたが愛する人がいること、あなたを愛してくれる人がいること、そして今あなたがここにいること、それはすべて奇跡なのです。Voice of an Angel, presented by Edion and Kintetsu.